にゃにゃーん、どうも、こんにちは、シュン TBC のシュネコです。シュン TBC のラジオトーク、イェーイ。第224回、パート224、2021年1月19日のラジオトークです。ということで、ラジオトーク、約10日ぶりです。はい。めっちゃラジオトーク休んでるじゃないかとか思うんですけど、まあ、話すネタがあまりないので、ちょっとね、なんかラジオトーク、なんかちょびっとね、お休みいただいてる感じになってるんですけど、今日は久しぶりに出しますということで、タイトル、アニメを作るってことなんですけど、アニメ、まあ、アニメみたいなものを作るんですね。みたいなもの。なんかパラパラアニメ的なものをね、新しいことに挑戦することで、ね、作っていこうかなと思っています。で、まあ、アニメみたいなものを作るんですけど、やっぱりね、オープニング、エンディングあった方がいいじゃないですか。まあ、ただ、ね、ただの、なんか、パラパラアニメやと言えとも、なんかね、あったらいいじゃない、まあ、いいかなということで、それ、専用のオープニング、エンディング、の方も作ろうかなと思います。はい。まあ、多分、まあ、40秒、オープニング、まあ、1分ぐらい。オープニング1分、エンディング1分ぐらいの構成で、あと本編が、なんか、7分ぐらいやっちゃわ。7分ぐらい?いや、7分半ぐらいか。7分半ぐらいあって、で、なんか、ちょっとね、自分、まあ、なんか、次回予告的なことをね、いつもの動画つけないんですけど、ちょっとね、それにも挑戦してみようかなということで、次回予告30秒の、まあ、計大体10分ぐらいのパラパラアニメ的なものを作ろうかなと思います。すべて、まあ、自分ですね。まあ、きっとね、自分と、まあ、自分、シュネコと、ネシュンのね、パラパラアニメ的なものを作ろうかなと思ってるんですけど、他にもね、キャラクター作る予定です。ただ、まあ、いつできるか分かんないというね。いつできるか分かんないんですけど、まあ、頑張ってね、作っていこうかなと思います。お楽しみに。まあ、多分結構頑張ってね、作る予定ですので、もしできたときは、なんか見てもらいたいなと思います。まあ、一つの自己満足的な感じになるんですけどね。うん。まあ、オープニングもエンディングもね、専用。そして、まあ、キャラクターも頑張って作るよと。で、声は、まあ、自分の声と、ネシュンの声と、あと、3パターンぐらい作ろうかな。まあ、すべてもう自分でやるというね。そう、まあ、言ってしまうと、絵描くも苦手なんですけどね、自分。まあ、頑張ってね、そこはやってみようかなと思います。ということで、今日のラジオトーク、まあ、アニメを作る予定だよってことで、終わろうかなと思いますので、ありがとうございました。